型式番号 YMAF-X6BD モビルアーマーザムザザー、アルカーフメカノインダストリー社によって開発された地球連合軍の試作モビルアーマーである。50メートル近くに及ぶ巨体は驚くべき機動性を発揮する。超振動クラッシャーの高熱により敵の装甲を破壊する。単装砲、低圧砲などの実体弾と複裂移送エネルギー砲を併用し、凄まじい攻撃力で目標に迫る。防御には陽電子リフレクターを展開し、ミネルヴァの主砲タンホイザーさえ跳ね返す。砲撃手、操縦士、そして機長と合計3人もの要員を必要とする。単独で敵モビルスーツ部隊を殲滅する究極の機動兵器ザムザザー。地球連合軍の物量主義を象徴するその巨体はザクトを圧倒したのであった。